こんにちは。私には付き合って5年になる彼氏がいます。これからについて、彼氏さんは50歳で、この方が32歳。これからについて話し合った中で、彼から両親に今後もしものことがあったら協力してほしいので、実家の近くに2人で住みたいと言われました。私は一つ手伝ってしまったら後々いろいろやることになりそうですし、自分の時間が減ったり疲れもたまるので嫌なので絶対手伝いたくありません。こんな私は心が狭いのでしょうか。いや、そら急にそう言われたら面倒くさいって思うでしょ。絶対手伝いたくはない。だそれを天秤にかけるしかないんじゃない。この彼氏と今後継続して付き合う、結婚するってなったらもうそれは確保しなきゃいけない。それを彼氏側が折れてくれないんだったら別れるしかないんじゃないですかね。テレビゲームを趣味でやっていますが、長時間やった後無駄なことなのにやりすぎたと後悔してしまいます。やってる最中はすごく楽しいんですが、やめた方がいいでしょうか。仕事や日常生活に支障は来さない程度にやっています。趣味っていうのは全部無駄なことです。なんで大丈夫です。日常生活に支障は来さない程度にやってるんですもんね。はい、そういうもんです。みんな大丈夫です。今後も続けてください。仮面してて将来が心配すぎてしょうがないんですが、仮面どういうこと？仮面浪人ってことなんですかね。心配すぎてしょうがないんですが、受験期のメンタルコントロールやメンタル強くなるか教えてください。仮面浪人をやめた方がいいと思いますね。仮面浪人はほとんどメリットがないので、どういう大学を受験するのかも分かんないんで、ちょっとそこは分かんないんですけども、今いる大学でも大抵のこと結果出したりするんですよ。将来とかそういう先のこと考えたら、もちろん大学名っていう学歴が欲しいだとまた違うんですけど、自分のスキルを上げる、能力を上げるって意味では別にどの大学でもあんま実は変わんないんですよね。なのでそうじゃなくて、本当にいい大学に入ってるっていう学歴が欲しいんだったら、もう今の大学に行く必要ないと、まず仮面は絶対にやめるべきです。受験期のメンタルコントロール、それはもう仮面をやめて、そうすると勉強に向き合う時間が増えるわけじゃないですか。そっちに集中するだけで多分メンタルとかは今より余裕が出てくるので、あんまり心配する必要がなくなると思います。30代後半です。この年齢になって初めて海外の会社に就職が決まり、年末あたりには引っ越して会社があるマレーシアに住むことになりました。面白そう。特殊なスキルなどは何もありませんし、一般的に挑戦することを諦める人が多い年齢ですが、決めつけずに挑戦してみるもんだなと思いました。私は年齢関係なく人生を遊んでいたいです。いいですね。マレーシアに渡航されたことありますか。日本とは違うので不便なこともありますが、面白い国なので、一緒にマレーシアで暮らしませんか。いや、マレーシア暮らし結構一時考えてましたね。移住したいなとはすげえ思ってたんですけど、でもなんか食べ物が俺苦手なものがすごい多いので、マレーシアで多く食されてるものが基本的にやっぱ苦手だったので、まあお店を選べばあるんでしょうけど、ちょっとベースの味付けがちょっと合わないなってのがあったので、ちょっと移住先からはちょっとリスクから落ちてしまいました。いいっすね、楽しそう。でもやっぱ違う国では暮らしたいですよね。まあどこで暮らしても別に一緒っちゃ一緒なんですけど、同じような人がどうせ暮らしてるんで。自己肯定感が低く、彼氏に好きと言われたり、友達に可愛いなどと言われてもどこか疑って信じきれません。自己肯定感が高ければ生きやすくなるだろうと思い、いろいろ試してますが、どうにも自分に自信がつきません。カズレーザーさんなりの自分の自信のつけ方教えていただければ嬉しいです。僕も自己肯定感はむちゃくちゃ低い方だと思います。人の言うこと基本的に信用できないです。でも他の信用できるものがあればいいんじゃないですかね。それがまあお金であったりとか、まあ、彼氏がいるってなっても彼氏をめちゃくちゃ信じる、まあ依存になっちゃうんですけど、それでもいいと思います。自己肯定感か、なくても僕はいいと思いますけどね。別の方法で生きやすい方法を見つけた方がいいんじゃないのかなと思います。幸せじゃないかどうかを自己肯定感って言葉でみんな勝手にくくりすぎだと思いますね。自己肯定感が高くて幸せって言ってる人は往々にして収入も高いので、そっちの方が重要だと思います。高校時代からの目標だった資格試験に合格できずに25歳になりました。結構頑張って、なんだろう司法系とか公認会計士とかそういうやつかな。諦めて新たな道を探そうとしていますが、高校の同期が大手や医師パイロットになったりしていて、劣等感が拭えず動き出せない状況です。はあ、なるほど。いや、それはずっと拭えないと思いますね。もう現状だって向こうは医師パイロットっていうなんか強めの肩書きを手に入れてるわけですよね。今あなたが同じような肩書きを手に入れても同期よりもちょっと遅れて
その肩書きを手に入れたって劣等感がどうせ出てくるので、劣等感は絶対にずっと今後もあると思います。結局そういう場合って別のところで強みをなんか満たすしかないじゃないですか。収入を上げるとか社会的な評価を上げるとか、多分そういうこと、特に社会的な評価なんじゃないですかね、この方が劣等感を抱く原因は。今の考え方では多分絶対に劣等感は拭えないと思いますね。ただもう気持ち切り替えたいなら、もう今すぐとりあえず新しい道に進んでください。劣等感はなくならないっていうのはもう覚悟した方がいいと思いますね。だからなんか劣等感があっても別にその同期とかと合わなければ全然平気だと思いますけどね。自分より下を見つけてそいつらの中でお山の大将になるっていうのも結構上手な生き方だと僕は思います。学生時代の学びと大人になってからの学び直しはどちらが重要だと思いますか？学生時代の方が若いので学生時代の方が重要なんじゃないかなと思います。大人になってから学び直しって言ってるので学べなかったっていうことなので、学生時代に学べてあれば大人になってから学び直す必要はないんじゃないかと思います。ただずっと学ばなきゃいけないのは基本的に変わんないんじゃないかなと思いますね。現在非正規として働いてます。仕事の内容は広告みたいなことをしてるのですが、広告みたいなこと上司の社員があまりデザインの知識がないらしく、上司がデザインした制作物を見ると思わず突っ込んでしまいそうになります。でも立場上意見を強く言えません。このまま黙っておくべきでしょうか？言った方がいいんじゃないでしょうか。ただ言ってもじゃあ上司のそれよりいいのが対案が出せるのかっていうのがあるので、対案を用意してから言えばいいんじゃないですかね。芸能界で優秀だなと思う方は、山里さんとバカリズムさんと、若林さんって、僕は結構こういう質問の時は毎回言ってますね。このお三方に憧れてる。一番最初芸能界入る時憧れたのはもう上岡龍太郎さんなんですけど、その後憧れの対象として見てるのはそのお三方ですね。あと最近この人は憧れるなって思ったのが小倉智昭さんですね。特ダネの最終回の最後、スタッフロールの中でカンペも何も見ずに今の自分の気持ちを言うこともなく、次の番組に番組の展望と期待と、そしてスタッフのねぎらいの言葉をあんだけ縦板に見てさらさらと喋れる人って日本国内探してもなかなかいないと思うんですよね。73歳という年齢も関係なくあれだけ喋れる人ってやっぱすごいなと思いますし、憧れましたね。憧れるのが遅すぎたなと思いますね。自分の感情とか自分の知識を喋るのってすごい簡単だと思うんですけど、誰かのことをおもんぱかったことをさらさらと喋るのってすごく難易度が高いんですよね。それをあれだけできるっていうのは、さすがプロの喋り手さんだなと思いましたね。小学5年と3年の子を持つ親です。下の男の子は漫画も読まないぐらい本に苦手意識があります。そんなので国語も苦手で文章題の問題なども理解するのが難しいようです。なるほど。文字を追うのがしんどいっていう人はいると思いますね。ラジオとか聞くのはどうなんですかね。しんどくないのかな。読み聞かせとかも苦手なのかな。そもそも言葉を追うのがしんどいっていう可能性もあるので、優しいその音源から入るのも手なんじゃないかなと思いますね。自営業です。身の回りに日本は出る杭は打たれる国だと憤る個人事業主の方やベンチャー企業の方が何人かいるのですが、事業を行う土地としての日本についてどう思われますか？個人的にはこうして怒っている方々って打たれるような出方しているタイプの杭に思えるので、変にビッグマウスを吹き散らかさずにもっと息を潜めて虎視眈々とやればいいと思います。個人事業主ででも出る杭は打たれるって言われるぐらいだから、結局税金の関係じゃないですかね。それ以外別にこの方たちも日本に生まれて日本語使ってる以上は日本の方がやりやすいことは多いと思います。本当に海外行くとすぐ海外行ってるし、海外で勝負できないだけの人なんじゃないかなと思いますね。日本は競争がそんな激しくないからやりやすいことの方が多いんじゃないかなと思います。まあ税金とかの話なのかな、売り上げとか。それ以外はあんまどこでやっても変わんねえんじゃねえかなと思いますね。最近できた友人のどんくささにイラついてしまいます。自分もかなりどんくさい方なのですが、自分と同じようにどんくさい人と行動して初めてどんくさい人にイライラする気持ちを知りました。何回どんくさい使うの。今まで周りにいた人にこんな気持ちにさせていたのかとかなり落ち込み、そういえばあの時もこの時もと自分の過去のどんくさいエピソードを思い出してはさらに落ち込む日々です。
その友人のことは好きですし、本人は悪くないのは分かっているのですが、自分を見ているようだからモヤモヤしてしまいます。どんくさい人に対して何か思うことはありますか？どんくさいとそんな思わないです。あ、でも自分がどんくさいから思うんだな、同族嫌悪みたいな感情になるんですかね。どんくさいのでイライラするのか、どうなんだろう。でも迷惑レベルまでのどんくささなんですかね。ただちょっとテンポが合わないとかのんびりしてるとかで、でも結果に大した影響がないんだったら勝手にイライラしてるだけなんじゃねえのとは思いますけどね。どんくさい人に対して僕は本当に何とも思わないです。でもなんかせっかちな部分もあるんです。なるべくせっかちな人と付き合うようにしてます。その友人のことは好きですしっていう、なんか本当にお試ごかしかのように一応好きって言ってるけど嫌いなんじゃないのかなと思っちゃうよね、これ文章だけ読むと。まあ、しばらく1年ぐらい付き合ってみてまだイライラするぐらいだったら、その人の交際をちょっと減らすのがいいんじゃないですか。新卒1年目社会人です。仕事内容はいいのですが、残業代出ない、毎週早で絶対定時に帰れない、6連勤もあり、人間関係もいいとは言いません。転勤したいのですが、新卒1年目で転勤って厳しいでしょうか。転勤なんだ。転勤は会社の都合だからなかなか自分の意思では難しいんじゃないですかね。転職じゃなくて転勤なんですね。その仕事はいいんだ、やっぱ仕事内容はいいから。いや、転職の方がいいんじゃない。またやりたいことがないのですが、どうしたらいいですか。じゃあ転職がいいんじゃない。だって相当しんどそうじゃない、続けたいんだ。多分転勤しても同じ会社なんだったら同じその就労状況になりそうだけどね、環境は同じなんじゃないですか。1年前ゲームがきっかけで出会い、その後付き合うようになった彼氏がいるのですが、私の親はその人に会うことに反対しています。ちなみに親には友達とは言っていますが、実は彼氏であることは隠しています。会いに行くならスマホもゲームも取り上げるというのです。どうしたらいいのか私には分かりません。お互い顔は知ってますし、どこに住んでいるかも知ってます。東京と山口の遠距離、はい、そしてお互い本気で愛していますし、会いたいと思っています。まあ取り上げるって言われるなら、まあそうね、しょうがないんじゃないですかね。まだは、私は今月で25歳、彼氏は27歳、なんでそれでスマホもゲームも取り上げられるっていう選択肢が、そういう、どういうこと。どうかアドバイスお願いします。自立してください。実家暮らしをやめてください。そしたら好きな時彼氏と会えます。やる気が出ないから勉強したくないとか言ってる場合じゃないくらい受験が迫ってきて怖いです。やる気が出ない時はどうしたらいいですか。はー、でもやる気が出ないんですか。やる気と勉強を分けて考えるのがいいんだとは思うんですが、どうでしょう、分けられないですかね。いやー、でもやる気が出ない、やりたくないのはもうしょうがないですよね。やりたくないもいっぱいありますけど、勉強しなきゃいけないこととやる気があるないがちょっと混同してるんじゃないですかね。やる気なくてもやった方がいいと思います。もちろんモチベーションが高まってる状態で勉強した方が効果は出るんですけど、モチベーションが低い状態でもやらないよりやった方が効果は出るので、やらざるを得ないっていう風に考え方をシフトするのがいいんじゃないですかね。とりあえずこの動画とかこのコメントを書くのをやめた方がいいですね。もう基本的にだからスマホとか捨ててもいいと思いますね。今大事に思ってるものって10年後マジでいらないものが9割ぐらいなんで、はい、とりあえずスマホ解約しちゃってもいいと思いますけどね。その方が勉強できますよ、どうやったって。就活がきつくて親のコネで入社した新社会人です。漠然と今の仕事は好きではないし、そのうち社内でも立場なくなるのが分かるので自立して転職2回書いてある、転職したいのですが、その手間を惜しまないほどやりたいこともなければ何かできるスキルがあるわけでもない人間です。どうしたらいいでしょうか。親のコネで転職したらいいんじゃないですかね。転職はできないの？親のコネで入社できるって最強じゃないの。でもなんとなく、まあ親がね、立場が弱くなっていくってことなんでしょうね。そこまで強い立場でもないというか、親は経営者ではないという感じなんですかね。いや、漠然と今の仕事続けるしかないんじゃないですか。何もしたくないってことですもんね。何もしないでしばらくいましょうよ。多分どうにもなんなくなりますから、そのうちその時に焦りましょう。焦っ
ったことがないのに、ね、焦る方法を教えても、まあ、どうせ焦ってくれないと思うので一回追い込まれた方がいいんじゃないですかね。でも親が金持ってるぐらいなんで追い込まれても多分なんとかなるので一回追い込まれましょう。その時また考えたらいいんじゃないですか。1歳8ヶ月の子供がいるパート主婦です。特に何の資格もなく在宅で週3日パート勤務しています。本当はやりたいことを職にしたい気持ちはあります。2年前に日本語教師の講習を受けましたが試験勉強に身が入らず検定は取れていません。勉強時間確保の方法や日常的に天に触れられるようにすればどうしたらいいでしょうか。勉強に身が入らなかったのか多分今の状況だと余計資格を取るのは難しいと思います。今本当にやりたいことがそれなのか、ただこう今の週3日パートっていう状況が納得いかないから別のことをやりたいことっていうんで憧れてるだけじゃないのかっていうのを一回考えた方がいいんじゃないでしょうか。いつもありがとうございます。何がどういたしまして、いろんな人から頑張り屋でねと言われるのですが周りから嫌われたくないから頑張ってるだけで本当は頑張りたくありません。どうすればいいでしょうか。嫌われるのと今のしんどさを天秤にかけて多分頑張って嫌われない方がいいってなんとなく思ってらっしゃるんじゃないですかね。だから頑張り続けるのがいいと思いますよ。まあいつかパンクするとは思うんですけど嫌われるのに耐えられるかどうかですよね。アドラー心理学じゃないけど嫌われる勇気みたいなのがあるんですけどでも大半の人は嫌われる勇気持ってないですね。ああいう本とかを読んで勉強してもなんか結果っていうものをどんどん提供することによって嫌われないっていうものを買ってるんだと思います。好感度とか好意というのを買ってるんだと思います。嫌われないに越したことはないです。頑張ってください。本当は頑張りたくありません。まあ一回マジで何も頑張んないっていうやり方もあるんですけど取り返しのつかないこともあるので頑張りすぎない程度に頑張るのがいいんじゃないですかね。多分ちょっと手抜いても大丈夫だと思います。進学後に部活と勉強を両立させたいです。勉強が好きになる方法などありますか。部活と勉強を両立させたいですっていう文章で部活が先に来てるってことは部活の方が好きなんでしょうね。で勉強が好きになる方法ありますか。好きじゃないんですよね現在。好きじゃないものを無理やり好きになる方法ってのはなかなかないと思います。まあ勉強試験勉強がうまくはまって点数が伸びるとかそういうなんか分かりやすい旨味が見つからないとなかなか好きにはなれないと思います。まあ今部活の方が好きなんで部活一生懸命やっていくのでいいんじゃないですかね。好きになんなくても伸ばす方法を見つけるのが一番いいですね。将来を見据えてあこの部活続けても将来あんま役に立たないなって大人になるっていう方法もあります、ね、片方好きなものがあるともう一個好きになるのって難しいんで人間そんなに器用じゃないので複数を好きになるのってのはなかなか人生経験豊富な大人じゃないとできないので部活を嫌いになってその分勉強好きになるもしくは勉強が嫌いでも成績が伸びる方法を見つけるのどっちかじゃないかなと思います。過去に傷ついた思い出が未だにフラッシュバックしてまた嫌な気持ちになってしまいます。なぜネガティブな記憶ばかり鮮明に思い出してしまうのでしょうか。そうねそういうもんなんじゃないですか。人間って自分が調子に乗らないようにできてんじゃないですかね。寝る前にいい思い出ばっかだとやっぱ人間ねすぐ天狗になっちゃうんでそうならないシステムが備わってると思ったらどうでしょう。私の周りには苦手な上司や先輩がいます。生きていく上で苦手だと感じていても一緒に生活したら働かなくてはならない場面は多々ありますがメンタルの弱い私はそのような関係が余計にストレスに感じてしまいます。苦手な人たちと上手に付き合うにはどうすればよいでしょうか。苦手な人とどんだけ苦手だとしても一緒に働かなければいけない場面があるんですね。ってことは多分それは向こうも一緒なんですよね。向こうもこの質問されてるサンドウィッチさんと苦手だなと思ってても一緒にいなきゃいけない多分同じようなストレスを感じてるんじゃないかなと思うんですよ。なので、まあ、メンタルが弱いんでしんどいかもしれないですけどどうせ自分だけが嫌な思いしてるって思うんだったら相手にも嫌な思いさせた方がいいと思います。その方がその時間楽しいんじゃないですかね。相手もね多分嫌がると思うんですけどでも相手もねその一緒にいなきゃいけないっていう同じ縛りがある状況なので嫌なことのやり合いをしてください。最近仕事に対するモチベーションが下がり続けてます。前まで楽しいと思ってたことが今では苦痛です。モチベーション上げてやる気が出る方法または考え方ありますか。それは続けなきゃいけないのモチベーション下がってるのに別の仕事は選べないのかな。人間ってその成長するしないに関わらず変化はするので昨日楽しかったことが今日つまんなくなるので当たり前にあると思うんですよ。苦痛なら仕事を辞めたらいいんじゃないのって思いますね。仕事辞めたら収入がなくなるっていう不安が大きいと思うんですけどそれと今の苦痛をやっぱ普通にシンプルに天秤にかけて
苦痛が大きくなったら仕事辞めた方がいいと思いますね。で多分苦痛って今のところ解決策が俺今のところ見つかってなさそうなんで、どんどん大きくなる可能性が高いと思うんで、どうせ仕事辞めたくなると思うんで早めに転職した方がいいんじゃないかなと思います。はい、一言なのでこんなこと言っちゃいますね。アイドルに本気で恋してしまっています。芸能人の方からしてファンに恋愛感情を抱かれるのはやはり厄介でしょうか。アイドルっていうのは疑似的に恋愛をしてもらうことをなりあいにしているので、多分そんなに厄介に思ってないと思います。そういうもんだなって思ってます。でも向こうがあなたに恋をすることは 100% ないですね。でもそういうもんだと思って付き合うのがいいと思います。どうやって頑張っても付き合えないです。アイドルの周りにはめちゃくちゃな美男美女がいるので。よく研修などで思い込みをなくすとか固定概念を捨てようと言われますが、そもそも自分の考えが思い込みや固定概念に縛られている状況なのかどうか瞬時に判断できません。今の考えが思い込みでないか固定概念に縛られていないか判断できる方法は何かありますでしょうか。なんかね、よく最近研修で、ね、パズルチックなこととか地頭みたいな、ね、ことをやらせる企業であったり、まあ、そういった研修があるんですけど、あれって最初から答えがある時点でもう地頭でも思い込みでも何でもないですよね。引っ掛けクイズみたいなもんで、思いつかなかったでしょうみたいな後出ししたいだけなんで、何の役にも立たないですあれは。それでなんか研修のパッケージ作って儲けてる人がいるだけで、基本的には何の役にも立たないです、ね、固定概念を捨てようって言ってるやつが一番固定概念持ってますからね。答え持ってんだから。一人暮らしの祖母と近いところにいてなるべく顔を見に行きたい。他にも個人の事情があり地元で家から近いところを選び就職し実家から通っています。いいじゃないですか。同世代の子は一人暮らしの子ばかりで、前にも一人暮らしの子からなんで実家暮らしなの、ありえないわ的なことを言われました。それまで気にしてなかったんですが、それを言われて20代で実家暮らしはおかしいのかと気にするようになってしまいました。これっておかしいことですか。全然おかしくないと思います。実家から通えるんだから別にいいと思いますけどね。実家がどんな豪邸でも実家暮らしありえないってこの人が言うのかな。ただ単にマウント取りたいだけの人なんじゃないですか。その人が人がどこに暮らしてるか文句言うやつなんか猿以下の人間だから気にしなくていいと思いますよ。苦手な科目をできるようにするために2つの参考書を使って日々勉強しています。しかし全国統一模試試験で少ししか伸びてないため、これが正しいのかと不安です。少し伸びてるなら正しいんじゃないでしょうか。2つの参考書を使って日々勉強しています。まあ、参考書の数がどれだけ多いかってのはちょっと分かんないんですけど、伸びてるなら結果が出てるってことなので、そのまま続けた方がいいと思います。もしかしたらあなたにとってベストな勉強の方法じゃないかもしれませんけど、少なくともベターな方法なのでやっていいんじゃないですかね。特に今年が受験なんだとしたらこの方法は続けた方がいいと思います。新しい方法を探すっていうリスクはちょっと大きいと思うので、とりあえず参考書2つ使って、伸びた結果この伸びだと合格点には足りないなってなったら、その時は賭けで別の方法を考えてもいいかもしれませんね。1個の参考書をめっちゃやるとか、もしくはむちゃくちゃたくさんの参考書を手当たり次第やるとか、どっちがいいのか分かりませんけども、今はこの方法でいいんじゃないでしょうか。私は人が困っているのを見るとすぐに手助けせず、助けてほしいと向こうから声をかけられるまで眺めてしまいます。もうこんな性格の人間はどう思いますか。いや、人との距離の取り方が上手だと思いますね。なんかこっちから助けると困ってないですって怒る人もいるのも事実ですし、でも絶対に助けないわけじゃないですもんね。もう必要とされれば絶対に協力するっていうのは上手な生き方をしていると思います。どうしても東と西がどちらか一瞬で分かりません。分かるわ。分かんないよね。生活していて方向が分からないのはもちろん、地図上でも3秒くらい考えてやっと東と西が思い出せます。北と南は大丈夫です。何かいい方法ありますでしょうか。今一度関西地方、関東地方、関西地方を思い浮かべて北を上にして右か左か確認する方法をしています。いや、北を上にして確認できるならもうそういうもんですよ。右か左か、俺右か左かが分かんなくなんだよな。右曲がってほしいときに右折してくださいってタクシーの運転手さんに言うの、あれどっちだっけってなんだよな。東と西は分かんなくなるだろう。そんな昔の漁師じゃねえんだから。漁師はね、海辺で働く人はすぐパッて分かんなきゃいけないって言うけど、水潜ってもパッて分かんなきゃいけないって言うけど、北が地図の北が上って分かってれば大丈夫よ。あとはもうスマホに聞けば教えてくれるから、ルートは。私は20代中学教員です。激務で辛く感じており今後も続けるかを悩んでいます。朝7時から22時までの仕事、それ以上の日もありますと。体力持たないです。休日出勤もありなかなか休めません。
しかし子どもたちと関わる時間や成長していく過程、授業することはやりがいを感じておりとても好きです。また自分自身に合っている仕事だと思います。労働条件に不満なのだと思います。この先仕事内容が好きだから続けるか、それとも労働条件に納得いかないから辞めるか迷っています。カズレーザーさんからアドバイスいただきたいです。不満が出てるんだったら辞めた方がいいと思います。それは労働条件に納得いってないってことなので、はい、仕事内容が好きだから、お金以上に好きなものがあったとしてでも暮らしていけなくなるんだったら辞めた方がいいと思います。他にもっと稼げる方法があるなり、効率のいい収入を得る方法を見つけて、その中で別の方法で子どもたちに携わっていく道を僕は探します。収入でも大体の収入というのは、まあ我々も分かるので、基本的には割に合わない仕事だと思います。先生ってのはそれぐらい大変なので、僕はやりません。ただ誰かがやんなきゃいけないのでね、僕はやめた方がいいと思います。本当に収入に合ってない、本当に割に合わない大変な仕事だと思うので、先生っていうのは行動を起こしてもっと収入を上げた方がいいんじゃないかなと僕は思ってます。東大2年生です。芸人になりたいです。いやもったいない。いやぜひ卒業までとは言わず、本当にそれはもう日本の国防のために頑張っていただきたい。ただ国防よりも芸人というのが魅力的に映ったのならそれは止める理由はないんですけども、芸人は何歳からでもなれるので全然今はなる必要はないと思います。なんなら遅くから始めた方がね、楽しかったりするので。深読みして悪いことばかり考えてしまう自分が嫌でたまりません。深読みはしない方がいいと思いますね。表面だけを拾うようにしてください。その方が人生は絶対楽です。カズレーザーさんは浮気についてどう思いますか。なぜ浮気はされた方が辛いのでしょうか。浮気されてるからじゃないですか。いや浮気は嫌なもんなんですね、多分この人にとって。だからされて辛いんじゃないですか。浮気した方が辛いことはないでしょう。浮気する相手は浮気することでメリットがあるからするわけだから。何を聞かれてるかちょっと分かんねえな。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きてくの辛い。うわ大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力は必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。因縁の相手がいます。その人にはしたたかな部分があり、自分を過信していて一人称が姫です。人間として比べてはいませんが、悔しいほどに大嫌いです。今はこういう人もいると思ってますが、考えなくするにはどうするべきですか。いや面白い人なので、その人のことは逐一報告してください。本当に面白いです。この人、その人のこと全部メモって、なんかちょっとでも絵描ける、漫画家志望のねツイッター上にいる絵描きの人とかに絵つけてもらって、ちょっと漫画とかにしてみたらどうですかね。すごく面白いです。その人、その人がどうなるか結構もう今僕は興味あります。結構な人が興味を持ってくると思います。その一人称姫の人物が成功するのか、むちゃくちゃ人に嫌われてのたれ死んでいくのか、どっちに転んでも面白いので、その人の情報監視だけは続けてください。多分何らかの財産になる気がします。はい、嫌いだろうなその人のこと。俺も読んでるだけでめっちゃ嫌いだなって思うんで、みんなが嫌いになる人ってのはもう、はい、価値がある人物なので、みんなで監視しましょう。現在大学2年生です。時給労働が嫌で自力で稼ぐ術を身につけようと思い切って長年勤めていたバイトを辞めました。しかし本当にこれで良かったのか、将来の不安が大きく膨らんでしまい全く先に進めません。おお、いや正しいんじゃないですか。時給労働ってのは本当に良くないことなので、自分の時間を決められた額で売るっていうのが、時給労働です。時間を売ってるので自分のスキルで対価が得られないので、マジでバイトとかってやめた方がいいです。特に若いうちはすごくいいこと言ってるじゃないですか、自分で稼ぐ術を身につけようと。本当に若いうちにちゃんとやったら簡単にお金って稼げるので、はい、若いうち大学生でバイトするなんてマジで愚の骨頂だと思いますね。一番無駄なことだと思います。例えば何か投資とかするから元手がいくら必要とか
先々があるなら、まあ、分からんでもないですけど、基本的に学生がバイトするのはマジでやめた方がいいと思います、ね、そんなことするよりなんかちょっとしたことで金くれる人探した方が絶対ですよ、うん、そっちの方が絶対得です。カズレーザーさんは教員に向いてると思いますが、先生になろうと考えたことありますでしょうか。全くないです。子供ってうるさいじゃないですか。自分も含めてうるさかったと思うんですけど、そういう個体を、ね、30人40人相手にするってめちゃめちゃ大変で割に合わねえなってやっぱその時から思ってましたね。全員が違うのに画一的な教育をしなきゃいけない、しかもそれが上手になってもそれは古いやり方だって批判されるじゃないですか。結構すごいことなんですけどね、全然違う個性を持った人たちに共通なものを教え込むっていうのは。個別な教育、少人数教育のがいいっていうのは誰だって分かってることで、でもそれがコスト見合わないからしゃあなくいろんな折り合いつけてああやって教育スタイルになってて、でそれが上手くなっている先生っていうのはやっぱどっかで尊敬されるべきだと思いますけどね。どうしてもね批判されがちなんで、今古臭いスタイルだって、まあ、そのスタイルが変わんないっていうのは問題だと思いますけどね。時代に即して変わった方がいいと思いますけど、わーわー騒ぐ子どもたちにちゃんとしたものを教えられる先生っていうのはやっぱ結構いいノウハウを持ってるので、これはなくさない方がいいと思いますね。なんか継承した方がいいと思います。若い花のうちに遊んでおかないと後悔するよなど、人生の先を生きた人が若い頃を振り返って口にするアドバイスに弱いです。今の自分は遊ばなくていいと思ってても確かに年取ったら後悔するかもしれないからです。年を取って後から悔いるかもしれないことに直面したらどう考えますか。いや若い頃遊んどいた方がやっぱりねいいと思います。若い頃の方がバイタリティがあるのでたくさん遊びます。ただ全然今は努力して年取ってからその分取り返すように遊ぶっていうのも全然ありだと思います。どちらも別に同じ量遊べる、結局限界まで、今の年齢のキャパ限界まで遊べるんだったらどっちでも多分いいと思います。年齢相応の楽しみ方があるので、若いうちに遊んでそれが後に引くようなことになるんだったらそれは遊ばないに越したことないです。プラスになる遊びっていうのはでもどうやらあるようなので、それはやっといた方がいいと思います。ただ遊ぶんだったら別にやる必要はないです。自営業をやっていくとして交友関係を広げる努力は必要ですか。めっちゃ必要じゃないですか。自営業なんですよね、絶対必要だと思います。まあ、どういうその商売をされてるか分かんないですけど、人脈ほどかさばらなくてかつプラスになるものってないので、人脈なんて簡単に作れるとかそんなんなくても戦っていけるみたいなやっぱノウハウとかって世の中今溢れてるんですけど、そんな人でももらえるなら人脈が欲しいんですよ。急にはい人脈ですってもらえるなら、それぐらい昔からやっぱ変わってないんですよね。あっても使わないって選択肢が取れるので、そういう意味ではやっぱこういう関係は広い方がいいと思いますね。読書を習慣化させるいい方法ありますか。これ最近見つけましたね。まあ、どうしてもやっぱ本めちゃくちゃ買っちゃうんで僕も積読しちゃうんですけど、全部今本を玄関に置いてますね。家出入りするたびに朝外仕事行くときとか疲れて帰ってきてるときに必ずもうドア開けると本があるんで、もう読まなきゃっていうバイアスがすぐかかりますね、スイッチが。俺何やってんだって毎回そのげんなりするんで、必ず出かけるときに本パッて取ってそれ持ったまま歩いてるんで、移動中とか開かざるを得ない状況にしてます、ね、ただそこまでして本って別に読まなくてもいいんで、情報源としては別に何でもいいっちゃいいんですよね。高校生の息子が VTuber の技術が学べる専門学校への進学を考えています。いいっすね。VTuber の将来をどう考えでしょうか。技術は将来あると思います。先は明るいと思います。ただどのレベルの技術なのかよります。専門性の高い技術なのか、ただ VTuber 事務所で働くための技術なのかによって違うと思います。もっと高度な技術を勉強するんだったらめちゃめちゃ将来性はあると思います。そうじゃないとしたら普通の仕事だと思います。高3受験生なのですが、11月いっぱいまで部活をやらなければいけないのですが、土日も練習で平日も遅いです。両立の仕方を教えてください。やらなければいけない部活なんですか。部活がやめられないってことですか。やめたらいいんじゃないですか。何部なのかちょっと分かんないんですけど、部活で自分の受験に影響を及ぼすなんてすごくもったいないことだと思いますね。まあ部員だったり友達だったり辞めたら迷惑かかると思うんですけど、その人たちとは今後そんなに接点はないと思います。同じ大学に行くわけじゃないので、今はかけがえのない友達かもしれませんけど、10年後とかになると全然何でもない人だったって思う可能性もすごくあるんですよ。やらなければならない部活なんてないと思いますよ。平日も夜遅い、いや全然やめた方がいいと思いますね。
それが受験でメリットになるというか、その一芸とかもしくは専門的な学部に行くために必要なんだったらもうやらなければいけないと思うんですけど、それは両立で悩むことないですもんね。多分その部活続けることで得るものってそんなないんじゃないかな。受験の方がはるかに大事だと思いますよ。めっちゃ真面目な質問なんですけど、生きてる意味って何だと思いますか？いや、生きてる意味はないと思いますね。僕は全くないと思って生きてますね。生きてる意味があると意味に沿った行動を取んなきゃいけないので、意味がないと思って僕はずっと生きてます。もし生きてる意味があるとすれば、だらだら生きることが許されなくなっちゃいますもんね。意味がないと思うから寝坊したり夜更かししたり朝からお酒飲んだりできるので、意味なんて持たない方がいいと思います。たかが4時間のパートで金にもならん内職して、俺と別れたら一人で生きていけるんかという旦那に言い返せる素敵な言葉をお願いします。ちなみに平日4時間パートして、金先の仕事を勤務先の仕事を持って帰って内職してます。勤務先の仕事を持って帰って内職してます。夫婦2人暮らし、娘は社会人、息子は大学1年生。なるほど。マジで今から、Python とかそういったプログラムを覚えて、もう仮想通貨のボットとか組めるようになったら、多分この旦那の年収より稼げるので、そっちの方がおすすめです。4時間のパートだとずっと続けてる限りは、多分旦那のことを言い明かすのは無理だと思います。だって金の話してんだから。こういう人のマウントを取り返すには金しかないんじゃないですかね。最近周りの友達に一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、私の話はどうでも良さそうに聞くのですごく無駄しくなる上、もともと家庭環境もあまり良くなくて、家に帰っても親に気を使って疲れるので、自分って頼れる人も話聞いてくれる人も周りにいないんだなって、漠然と毎日虚しくて仕方なくなります。どうしたら楽しく明るく過ごせるようになるのでしょうか？一応今貯金中である、ある程度貯まったら、もともとはしたくなかったですが一人暮らしをしようかと考えています。まあ一人暮らしは別にしたら、結構したらいいと思います。おすすめ、いや楽しいですよ一人暮らしは。周りの人たちに一方的に相談ばかりされて、もちろんちゃんと聞きますが、でも質問する人ってもう質問した時点で終わってるんでね、別にこっちの意見があんま聞きたいとかないんですよ。まあこれでね、私も意見言って、それをなんか聞いてる人がどうこう思ってる動画なんですけど、これも都合よく解釈するだけなんで、何言ってもあんまり伝わってはいないと思います、本心の注文は。でも相談されなかったらされなかったら、それは多分辛いんじゃないですかね、この人は。気の持ち方、なんかスイッチの入れ方で全然、人から頼られて嬉しいなって思えそうですけどね。30代女性会社員です。仕事以外の時間が暇で新しいことを始めたくてボクシングジムへ通おうと思っています。軽いフィットネス系のジムよりもスポーツとして真剣に取り組めるところが良いのですが、この先プライベートな時間の使い方が変わって、仮に暇でなくなったら通いたくなくなるかもと思うと入会に踏ん切りがつきません。このタイミングで入会した方がいいと思いますか、しない方がいいと思いますか？興味ある時点で入会した方がいいと思います。で、ガチのとこ入会するのいいと思います。女性会員ね、少ないんでね、すげえ安く買えるとこって結構あるんで、そういうのがいいんじゃないですかね。とりあえず入ってみて、別にいつ辞めてもいいじゃないですか。大した額かかんないですよ。めちゃくちゃグッズが必要なスポーツでもないので、意外とお金かかんなかったりするので、とりあえずやってみたらいいんじゃないですかね。電車で通学しているものです。電車の中で一番効率的に勉強できるのって何の教科だと思いますか？いや、どの教科でも変わんないと思いますね。同じ時間の過ごし方なんで、どれでもいいと思います。でも電車の中って他にもその雑音とかマイナス、家に比べるとマイナスの要素は大きいと思うので、一番好きな教科がいいと思います。一番不得意教科をここで潰すのは難しいし、意外と点伸びなかったりして結局より嫌いになっちゃうんで、なら一番好きなことをやった方がいいと思います。せっかく通学時間とかってやっぱつまんないんで、つまんないことを面白くするには一番好きなことやった方がいいと思います。毎日お風呂に入るのがめんどくさくて嫌いです。でもお風呂に入った後じゃないと布団に入れないので仕方なく毎日ちゃんと入ってます。どうやったら入浴時間を楽しむことができますか？ちゃんと風呂入ってんじゃねえかよいいじゃねえかよ、そういうもんだろうよ。楽しまなくていいよ、ささっと入って出てこい海外で仕事するならどんなことしますか？今んとこ日本でやってるこの仕事がすごい楽しいんで、同じことしたいなって思うんですけど、今の仕事は海外でね全部なくなっちゃうからやることないな。海外行ったら仕事したくないですね。漠然と、なんか嫌だなと思う時があるのですが、なんでか分かりません分かんないのか、そうですか分かりません、分かりません。
カウンセラー系の資格を取得したいのですが、勉強すればするほど自分のちょっとした受け答えや何気ない一言が他人の人生に影響を及ぼす可能性があることに怖くなってしまいました。カウンセラーに向いてないでしょうか。カウンセラーってのは本当素晴らしい職業だと思うんですけど、カウンセラーで儲けてる人の、一部には自分のちょっとした受け答えや何気ない一言が他人の人生に影響を及ぼすっていうのを悪用とまではいかないですけど、まあ、自分に都合よく使ってる人も多いです。だからでもそれを嫌だっていうんだったらちょっと向いてないかもしれないですね。ただそうね、めちゃくちゃ稼いでるカウンセラーの人ってどっかでドライなとこありますもんね。全部相手のクライアントの悩みを聞いてるわけにはいかないですもんね。自分がぶっ壊れちゃうから、どっからそれは気に張らせる人の方が向いてるんじゃないかなと思います。でも本当にね、人の心の悩みとかを助けてくれるカウンセラーになってくれる人がいなくなると困るので、またとりあえずは目指してください。根も葉もない噂を立てる女性がいるんですが、とんでもねえな、根も葉もない噂を立てる女性がいるんですが、でその人を無視すればあの子は性格悪いって言われるし、仲良くすれば悪口言われる。仲良くしても悪口言われるんかい。じゃあいいだろう、もう仲良くすんなよ。最近ニュースで見た AI が絵を作り出すという技術について質問です。はい、はい、ありますね。この先このような技術がどんどん発展していった場合、人間の想像力で作られた良さというものは薄れていってしまうのでしょうか。カメラが趣味の友達がいまして、本当にいいデジカメとかでっかいカメラで撮った作品とスマホでサクッと撮った作品、どうせ修正しちゃうからほぼ差がないっていうのをずっと言ってるんですよ。でもそいつはでっかいカメラで撮ること自体が目的化しているというか、昔ながらの方法を試してるっていうのが楽しいのでカメラを趣味にしてるんですね。想像力っていう言葉がまあちょっとね、指す範囲が広いと思うんですけど、結局どこを楽しいと思うからと思うんですよね。制作過程が楽しいって思うんだったら、手汚しながら粘土こねたりして彫刻作ったりする人もいるし、結果を出すことが大事なんだったら別に 3D プリンターで作っても同じだと思うんですよ。昔はだって単純に絵の具とかだってなかったし、青という色を再現するのがすごく大変だったけど、今普通に青い色を作れるじゃないですか。ツールが便利になったからって何かが悪くなったのかっていうのは未来の人が勝手に決めることであって、自分が満足しなかったら別にそこはいいんじゃないですかね。少なくともそれでツールが進歩して想像力が削られるかどうか分かんないと思います。ただ AI が作った絵を人間が描いたってことで出品したりして問題になったケースはあるので、そういうのはフェアなルール作りは必要かなと思います。ただいい絵だったりいい彫刻であったりっていうものであれば、制作過程って買い手はほとんど気にならないかったりするので、そこは想像力が損なわれてるんじゃないと思いますね。まあでもね、AI が勉強してそれっぽい絵を描いてくれるってなると、それっぽい絵の元を作った人は損したな、割り送ったなって思うと思います。でも10年後20年後誰も割り食ったなって言わなくなるような社会になっちゃうんだなと思います。それが当たり前になってしまうと思います。おすすめの本で漫画でも大丈夫です。あ、漫画でもいいんだ、教えてくださいみたいなのあるんですけど、漫画だったらなんだろう、好きなのは手塚先生のアドルフに次ぐとかやっぱ好きですけどね。面白いですよね。火の鳥とかたまに読んじゃいますね。どれ読んでも結局面白いですもんね。売れてる売れてないの差はあるけど、売れてなくてもやっぱ大抵の漫画面白いからな。高校1年生です。大学は旧帝大以上に行きたいと思っています。そのためのアドバイスを教えていただきたいです。旧帝大ならどこでもいいんだったら、比較的相対的な偏差値が低くて倍率の低い学部を選んでください。あんまりそういう理由だけで選ぶのはお勧めしないですけど、まだ高1なんだから、ね、東大なり海外の大学なりいくらでも行けるんだから、あんまり夢は低く持たない方がいいと思います。大切なものを失ったり辛い経験を乗り越えないと本当の強さは得られないのでしょうか。私は受験や仕事など失敗しないように努力してきました。薄い人生なのでしょうか。なんで失ったり辛い経験しなきゃいけないんですか。そういうのをしないためになんか歴史学んだり人の話聞いたりするわけじゃないですか。先人のね、長い話聞いたりしてそれを自分の知識にするわけで、ずっと幸せな方がいいに決まってるじゃないですか。辛い経験なんかしないに越したことないです。役者になりたいという夢があるのですが、親は安定しない仕事はお金がかかるなどとあまりいいように思っておらず、親の勧めで4月から看護師として働いています。もともと看護師になりたかったわけではないので、仕事はとても苦痛で、患者さんや指導してくださる先輩方にも申し訳ない気持ちでいっぱいです。このご時世、地方住みで看護師として働いている以上、オーディションを受けに行くことも難しいです。私は仕事を辞めて今すぐにでも役者を目指したいと思っているんですが、どうすれば親を説得できますか。アドバイスいただけると幸いです。え、
やめたらいいんじゃないですか。辛いでしょ。しかもその人の命に携わる仕事をやる気なくやるっていうのはね、もしかしたらとんでもない迷惑をかける可能性もあるので、はい、すぐ辞めて役者になりに行けばいいんじゃないでしょうか。親を説得できますか。別に親に何も言わずに出てきたらいいと思いますよ。親とも相入れてないわけじゃないですか。親にどんなことを言っても親に納得してもらえず、やりたくない仕事を選ばせるぐらいだから、多分もうどんだけ言っても理解してもらえないことがあるので、はい、縁切るぐらいの感じでオーディション受けに行ったらいいんじゃないですかね。マインドフルネスとか流行っていますが、それ以外にメンタルを安定させるのはどうしたらいいと思いますか。マインドフルネスが流行ってるならそれでいいんじゃないですかね。精神を安定させたいってことなんですかね、こういう質問が来るってことは。その本を別に理解しなくても、マインドフルネス、まあ僕もざっとしか読んでないんですけど、別に理解しなくてもいいと思うんですよ。読んだことによって安定が得られると思うので、流し読みするのがすごいと思いますよ。なんか自分に有用そうな本ってやっぱ身につかなくてもいいから、ざっと読むのってすごいプラスになると思いますね。世界史の暗記のコツは、コツってありますか。暗記ってコツってないと思うんですよね。もちろん効率のいい暗記方法とかっていうのはどんどんみんなが発見してくれてやったらいいと思うんですけど、その中で一番効率のいいものが自分に合うかどうかが分かんないっていうのが結局ネックじゃないですか。いろんな割合がいい方だったり、エビデンスがある方法をいろんな人が教えてくれるんですけど、その暗記方法が結局自分にフィットするかどうかがすごい重要なんですよね。今まで暗記方法は多分あって、今も暗記してると思うんですよ。でもそれより多分自分にフィットする暗記法っていうのは世の中に必ずあるんですけど、それを探す手間の方が多分無駄だと思うので、今しんどい暗記方法でも、受験っていうゴールまでの間に新しい暗記方法を見つけるっていう無駄な時間を過ごしてフィットする。でもフィットしないままただ無意に時間を過ごすぐらいだったら、今の方法のままじわじわ伸ばした方がゴールまでの道筋の計算が立てやすいと思います。効率だと思っても今の方法を続けた方が僕はいいんじゃないかなって思います。ただそれが全く覚えられないんだとしたら、1ヶ月ぐらい暗記の方論書いてある本をざっと読み漁るのもいいかなと思います。クイズと受験勉強の両立の仕方を教えてください。何のために両立なの。趣味ってこと。趣味だとしたら別に両立できるんじゃないかな。受験勉強の合間でやればいいと思います。両立っていうか、受験勉強も大概クイズに役立ちそうですけど、どんな勉強知識であってもクイズってのはつながるものなので、何やっててもクイズの勉強になります。技術的なね、押すタイミングとかなんかそういうのはちょっと違いますけど、基本的には両立できると思います。悲しいことから立ち直るためにはどうしたらいいでしょうか。レゴとか作るといいと思いますけどね。悲しいこと、身内の死とか取り返しがつかない、もうリカバリできないような、本当に取り返しがつかないことから立ち直るのはまあ難しいと思うんですけど、人間ってそこまで複雑じゃないと僕は思ってるので、意外とどうでもいいことに熱中するとその瞬間はやっぱり忘れられると思うので、それが映画であったり漫画であったり音楽であったりいろいろあると思うんですけど、そういうものは意外と試してらっしゃると思うので、まだ試してない単純作業をやってみると意外と心はリフレッシュできますね。心理的な疲労は肉体的疲労に移行させることは、移すことはできるんですけど、それ逆は難しいんですよね。だから心が疲れてるときは体めちゃくちゃ疲れさせると、そっち側に意識がある程度移行して、でもこの肉体的な疲労は寝たりしたら回復できるじゃないですか。それを繰り返すのは結構ありだと思いますね。いや、科学的エビデンスはそんなないんですけど、でも経験則としてそれをやっぱやってる人が多いので参考になるんじゃないかな。自分の言いたいことや伝えたいことを人にうまく説明することができません。どうしたら頭の中でうまく情報を処理し言葉にして伝えることができますか。頭の中で処理するっていうことがもう無理なんですよ、人間は。そういうのができないからみんな言葉とか文字とかパソコンであったりノートブックであったりスマートフォンっていう外部に情報を保存するツールをいっぱい生み出してきたわけで、頭の中でみんな処理してないです。で、一瞬でやっぱ素早く返せる人ももちろんいるんですけど、あいつたちはその経験値があるからいっぱい返せるんです。そのパターンはあったなと。論理的展開ができるとか、もちろんそういうのはあるんですけど、そんなビビたる差です。もともとのスペックの差なんて別にないので、それよりは経験値とかの方がめちゃくちゃ重要なので、頭の中で処理しようなんて思うんだったら紙とペン用意して一個一個メモって
これとこれはこういうつながりだなっていうのを書いてください。メモ取ってる時点でね、やっぱあ俺のこと話をちゃんと聞いてくれてんだってメモ取るななんて怒る人はあんまいないので、ゆっくりものを考えてください。とにかく口数が多い人にね議論とか負けちゃうことが多いんですけど、何の意味もなかったり後々聞いてみたら変なこと言ってたりする人が多い。もう僕も含めてそうなんですよ。早く喋ってる人って基本的に変なことばっか言ってるんですよ。なんでそんな早く喋んないでください、ちょっとゆっくり喋ってくださいって一回断り入れて Please speak slowly っつって一個一個もうメモして話し合えばもう簡単にうまく伝えることはできます。で相手の言うことも理解できます。こんなに温暖化が進みどんどんと辛い異常気象が待っているのになぜ子供を産む人がいるのでしょうか。わあ面白い。なるほど、まあ、多分未来があんまり幸福に思えないからそんな状況、未来が暗そうなのになぜ子供を産むんだろうっていうことなんですかね。この方の意見、未来が辛いのにこの方もなぜこんなコメントして生きてるんだろうって話になりませんかね。みんなそんなに絶望してないってことだと思いますよ。受験勉強は独学でしたか。独学って何なんですかね。塾は行ってます、予備校は行ってました。でも予備校行っててもあんまちゃんとやってなかったかな。独学に近いかもしれないですね。予備校も出席するけど途中で内職がしてたし、あれ何の意味もなかったですね。何やってたんだろう。でも結局もう受験前になるともうここをやるしかないってのが見えてないと多分予備校に行こうがいい人に教わろうが多分落ちると思うんですよ。ベタにやっぱ参考書1個丸暗記とかしてましたね。ページ数ぐらいまでなんかファッて頭に出るぐらいまで暗記してましたね。なるべく二次元の世界に近づくためにはどうしたらいいですか。二次元の世界みんな好きっすね。今のね思考パターンとか脳みそが3次元の中で成立してるんで、2次元の世界に持ってことは絶対無理なんで、もう腹くくって真っ平らになってみるしかないんじゃないですか。それぐらいのことを言ってると思ってますよ。将来の夢を作文で書けと学校で言われたのですが、今やりたいことがありません。でもクラスのみんなは警察官や医師、美容師など将来の夢を持っています。将来の夢を持っている私は普通ではないでしょうか。いやすげえ普通だと思いますね。あの学校の作文、まあ夢を書けとか言われるんですけど、夢を書いたところで学校の先生がね夢を叶えたとは限らないので、そんな人にね判断なんかできるわけないじゃないですか。だから意味ないんですよこういうことって。それだけど意味のないことでもなんか上に揺られてやんなきゃいけないっていう不条理を一回学ぶって思って、嘘でもいいのでなんか書いた方がいいと思いますね。将来に夢があるかないかを判断することは学校の先生はできないので、え大丈夫そんなの。夢っぽいことが書いてあればいいんですよ。ただ警察官になりたい、医者になりたい、美容師になりたいっていうことを書いただけじゃないですか。この他のクラスメートは本当になれるかどうかなんて分かんないわけじゃないですか。意思がある、なんかお題出されてそれに対する回答ができるかっていう能力ぐらいしか判断できないです、作文では。だから将来に夢はなくても別にそれはしょうがないです。まあ見つけりゃいいんです。僕だってまだ将来に夢ないんだからいいんです、なくても。でも仮にじゃあ、学校の先生になるにはどうしたらいいかなっていうのを論理立てて書く練習だと思ってください。多分俺も悩みましたもん。やっぱ将来の夢書けって言われて別にないし、なんでそれ学校の先生言わなきゃいけないんだって思いますし、でもいいんですそれは本当に。だから今だったら今 YouTube にコメントしてんだったらやっぱ YouTuber になりたいとかでもいいと思いますよ。何でもいいんですよ夢なんて。それについて説明する能力があるかだけなんで、ね、今あんまないけどタウンページが開いてパッて開いたページに載ってる職業をもう夢にしてそれについて書けばいいんですよ。それだけ本当に。その良し悪しなんてもう判断できないんだから、普通かどうかなんて考えなくていいです。みんな異常だし、みんな普通、みんな天才で、みんな凡人なんだから、基本的に凡人なんでね、いいですよ気にしなくて。ちょっとブルーな時でもうふふと笑える言葉を教えてください。僕はあのジョイマンさんの柴崎コウ美コウが一番面白いですね。本当哲学的な面白さですね。最強に面白いと思います、あのフレーズ。もうなんか無限の広がりを感じる言葉だと思います。なんか AI とか発達してジョイマンさんのネタ読み込ましたらなんか煙吹いてぶっ壊れるんじゃないかなと思いますね。無限の可能性を秘めてるというか超広がる言葉だと思います。個性という言葉は大事にする必要があると思いますか。まあ日本語は大事にしてほしいですけども、大事にする必要、それなりに大事なんじゃないですかね。でも一番大事な言葉ではないかな。もっと、合法とかの方が全然大事な言葉ではありますね。まあ社会で生きる上ではトップクラスに大事な言葉はそっちかな。それよりは圧倒的に下ですね、個性。
そんなに気にしなくてもいいと思います。数年前、主人が電車の中でカズレーザーさんを見かけたそうです。いつもの真っ赤なスタイルで大変目立っていたのに誰も声をかけないシュールで異様な光景だったようです。そんなに目立つのに電車に乗ることは多いのでしょうか。やはり声をかけたら迷惑でしょうか。別に迷惑でも何でもないです。でも別にそんなに愛想よくもないですよ。知らない人に声かけられたらみんな知らない人だと思うじゃないですか。僕も思うんですよ、そういうふうに。こっちは知らない人として扱うので、はい。だからそんなに愛想は多分よく見えないと思います。3歳上の兄が働かなくてどこに行っているのか、1ヶ月に1回くらい帰ってきてまた出て行って困ります。トラさんじゃん、もうどういうこと。すっげえ気になるな。気になりますね、この人。こっそりつけてってみたらどうですかね。探偵雇うなり、まあ、探偵は かなかんでね、暇そうな、同じぐらい暇そうなやつを見つけて、ちょっと兄のことをつけてくれって頼んで、ちょっと気になりますね、これ。いや、普通に何らかのストーリーが生まれそうなんで、そのお兄さんのことをつけてって、まあ、名前とか伏せてどっかで発表したら、ちょっと僕は読みたいなと思いますね。28歳フリーランスのイラストレーターです。今自分はすごい恵まれた環境にいます。めちゃくちゃ自慢しますね。珍しいですね、なんかすごいな。お金も時間もある。今は生活の不安もない。そして何よりイラストの仕事が好きです。でも今ある生活はこのままといつか必ずなくなってしまうと思って焦っています。そして焦っているのになぜか頑張れません。1週間のうちにやる気出してちゃんと働くのは 2,3 日だけ。仕事以外はもっと無気力です。仕事勉強、体のトレーニングなどしたいのに気力が出ない。気持ちがあるのにない。これはなぜなんでしょうか。気力の出し方、維持の仕方があれば教えていただきたいです。お願いします。1週間のうち 2,3 日やる気出して働いてるならもう同じじゃないですか。そんなだってもう海外とか見たら全然働かない国なんか山ほどあるわけですから、人間そんなもんなんじゃないですか。しかも誰から言われるわけでもないフリーランスという立場で逆に週 2,3 働けんだったらまあいいでしょう。あと、いつか必ずなくなってしまう、今ある生活はこのままだといつか必ずなくなってしまうと思って焦っていますって言うんですけど、焦る必要ないと思いますね。絶対なくなりますから。焦ろうが 焦りまいが今のある幸せなんじゃ絶対なくなるんですよ。僕はそう思って暮らしてます。なんとなく今ある程度の収入とかいただいてますけど、こんなんただ夢見てるだけなんで、いつか夢は絶対覚めるので、どうせ困窮するのはもう分かってるんですよ。でもいいじゃないですか、一回楽しかったんだから困窮したって、今焦ってね、頑張ったからじゃあその将来が変わるのかって言ったら分かんないですもんね。あ、でも今こんな恵まれた環境にいるんだから、もういっぱい天狗になった方がいいと思いますよ。天狗になれずに死んでいく人の方が多いんだから、一回ぐらい天狗になっておきましょうよ。別に思い出はね、色褪せないんで、辛くなっても、あの時良かったなって思えた方がいいと思いますね。まあ、あの時ね、どっちか、あの時ああしたきゃよかったなって思うこともあると思うんですけど、それはどんな環境でもどうせ思うので、そんなにその悲観しないでください。不幸になると思って生活した方が楽だと思います。分かってる不幸はそんなにね不幸じゃないんで、周りからねその強制的に不幸にさせられてる、そういった環境の人はまた違いますけど、自分の選択でなってしまった不幸って別にそんな多分耐えられますよ。就活が本格的に始まり、コミュ力、経験値、スキルが他社より劣っていることが気になって仕方ありません。インターンに行く先々で同い年の就活生と比較し傷ついてしまいます。人と比較しすぎず自分のレベルアップに集中するにはどうすればよいでしょうか。劣ってる能力を高めるのがいいんじゃないでしょうか。でもそれをね、どこが劣ってるかは人と比較しないと分かんないと思うので、劣ってるのはしょうがないじゃないですか。経験値が他者より劣ってるってことはもう経験してないんだから、それはもう自分のせいなんですから、劣っててもしょうがないです。で、優秀な人から結果出していくっていうのは世の中なので、そこはもうそういうもんだと思ってください。就活生ってことはまあ多分大学生だと思うんですけど、受験がそうだったわけじゃないですか。大概のことは他の人と同じレベルまでは高められると思います。頑張ってください。大学1年生です。春から大学が始まり、それに伴い一人暮らしを始めました。大学では課題、家では家事に毎日追われてしんどいです。ストレス解消などの良い解決策はありますか。課題解いてんのストレスか。楽しそうだけどな。いや、まあそれはね、人それぞれなんで、がむしゃらに運動するとかもまあまあ分かりやすい、ストレス解消にはなりますけど、筋トレとかはね、やっぱお金もかかんないし、本格的に器具を揃えない限りは
部屋でやる分には全然お金かかんないでおすすめですけどね。何をするにしてもまず失敗することを予想してしまって実行できません。怒るわけないと思ってもやっぱり怖くて一歩踏み出せません。完璧思考をやめてトライアンドエラーできるようにすればどうすればいいんですか。トライアンドエラーができる人も失敗することはもちろん想定してます。だからトライアンドエラーっていうのができるんですね。完璧思考っていうのはつまりトライアンド成功、挑戦したら成功みたいなことを想像してるんかもしれないですね。そんな人はいないです。失敗しても平気な状況をまず作るべきですね。そしたら、はい、怖さとかじゃないんで。薬学部4年の大学生です。病気の治療のため1年間休学していましたが来年度から復学できることになりました。おめでとうございます。しかしこの1年で3年生までの知識も抜けてしまい自分がどうやって勉強していたのかも分からなくなってしまいました。そこでブランクがある時の勉強のコツやアドバイスがあれば教えていただきたいです。この病気の治療のため1年間休学というのはどういった病気なのかちょっと僕は全くこれから分かんないんですけど、その病気のせいで本当に知識が抜けてしまったりとか記憶にハンデを負ってしまったっていうんだったら、いやそれはもう全然アドバイスはできないですけど、3年ちゃんと溜め込んできた知識が1年抜けたとしても、まあ、一般的にはちゃんと戻せるのでゆっくり勉強し直したらいいんじゃないですかね。コツとかじゃなくて、はい、ゆっくり勉強楽しんでください。早起きのコツ、早寝ですね。恋人と過ごしているとずっと一緒にいたいけどきっとこれもいつか終わってこの人とも疎遠になるのかなどとふと考えてしまい虚無感に襲われます。恋愛経験が浅いので余計に怖いです。どうしたらこの不安なくなるでしょうか。いや恋愛ってのはそういうものです。正しい認識だと思いますよ。きっとこれもいつか終わって疎遠になる。そうです、恋愛っていうのは必ず終わりが来ます。終わりが来るのを避けられないから結婚離婚っていうのはあんだけ面倒くさいシステムになってるんですよ。面倒くさいぐらいだったらこの関係続けた方が楽だなって思えるようになってるんです。最終的にみんな、興味なくなって終わっちゃうので、それを避ける方法を物理的に、面倒くさいっていう制度で囲ってるだけです。ただ次にね誰か好きになって楽しくなるので別にいいんじゃないでしょうか。でもどうしたらこの不安がなくなるでしょうかって今思っちゃってる時点で多分夢中じゃないんで、そろそろその恋愛は終わりそうですね。職場の40代独身女上司がうざいです。私はできない上司ですからとか、ガリガリなのに私本当にデブなのよといつも部下が困る一言を投げかけてきます。どう返答しますか。無視したら。そんな人どうしても一人暮らしがしたいのですが、お金がなさすぎて生活するの精一杯で一向にお金がたまらず、全然一人暮らしができそうな気がしません。一向にお金がたまらず、都内は高いんですけど地方行ったら全然やりようはあると思うんですよね。どこでどういう一人暮らしをしたいのかによりますね。子供ができて夫と仲良しでいられる方法を教えてください。なんかもう破綻しそうな匂いがすげえしますけど、一回話し合うのがいいんじゃないでしょうか。高校生になったら高校生クイズにチャレンジしてみたいのですが、何かクイズのコツとかありますでしょうか。はあ、なるほど。高校生クイズはテイストが急に変わったりするので、うーん、難しいですけど、今は地頭力みたいな感じなのかな、発想系のクイズ内容になってると思うんですけど、あれは発想系に見つかけた知識問題なんで結局全部クイズです。知識で解くしかないです。春から新卒でプログラマーになりました。職場では周りが賢すぎて1を聞いて10を知るような人たちばかりです。そこで自分のバカさに気づいて悲しくなるということが最近よくあり、なんとか自分も理解や論理思考力を上げたいと絶望しています。少しでも賢くなるのはどういうような方法があると思いますか。プログラムの勉強をするのがいいんじゃないでしょうか。こういうところにそういうのを書き込むのは時間がもったいないと思います。読みたいと思う本がたくさんあります。でも読み始めて30分ほどで眠くなったり集中力もなくて一冊読み切るのにとても時間がかかってしまいます。集中して一気に読めないせいか内容の理解も悪く身になっている気がしません。なるほど。一気に読んだから身につくわけじゃないです。何回も繰り返し読んでください。内容の理解が悪いのはその一気に読もうとしているからだと思います。じっくりじっくり時間かけて読んでください。ただ集中力がなくて読み始めても30分ほど眠くなるんだったら多分それ読みたくない本だと思いますよ。もっと自分に合った本を選んでください。上司が休日の過ごし方や人生観にまで口出ししてきて鬱陶しいです。なるべく相手の気分を害さず黙らせるにはどうすればいいですか。いや気分を害させた方が黙ってくるんで、はい、相手の気分を害してください。
気分を害さずに黙るのはそんな都合のいい言葉はなかなかないので、はっきり喧嘩するのが楽でいいと思います。どうせ嫌いなんだからいいんじゃないですかね。私はすぐに泣く癖があり、怒りがこみ上げてくると涙が出てきます。人に怒られても泣きたいわけでもないのに勝手に涙がこみ上げて泣いてしまいますし、人に対して腹が立つことや理不尽な目にあった時など怒りとともにどうにもできない無力感でどうしたらいいのか分からず泣くしかできません。この感情の起伏に疲れてしまいます。どうしたら泣かずに済むのか、こんな自分とどうやってうまく付き合っていけばいいのでしょうか。なるほど。まず人に怒られないようにするべきですね。そうなると怒られなければ多分泣かないはずですし、で人に腹が立つ状況にならなければ多分泣かないわけですよね。多分泣く癖があるわけじゃなくて感情が動くことが多い現状に問題があるんじゃないですか、ね、もっとフラットに過ごせる場所に行くか、フラットに過ごせる働き方をするべきじゃないでしょうか。まあ、働いている職場なのか分かりませんけど、それがでも怒られるってことは自分より上の立場の人がいるってことだと思うので、怒られない術を身につけた方がいいんじゃないですかね。この人がいい悪いじゃなくて怒られることには原因があるんですよ。多分その上の立場の人から見て間違ってることをやってると怒られちゃうわけなんですよね。自分この人が世間的には正しいことをやってたとしても、その狭いコミュニティ上の人とこの人っていう上下関係がある一対一の場では上の人の方が正しいことが往々にしてあるんですよ。でそれはそれとして、納得するしかないと思いますね。じゃないとずっと怒られちゃいます。自分では間違ってると思ってるけど怒られたくないから間違ってる手段を選ぶっていうのは、まあ、しょうがないと思うんですよ。泣きたくないじゃないですか、怒られたくないし。でもそれが不健全だなと思うならその関係性を解消する、つまりその怒ってくる人から離れるしかないですね。まあでも泣いてもいいんじゃないですかね。あんまりそんなあの人泣いてるなと思うぐらいで別にそんな気にしなんないと思いますけどね、まあ、多少軽い後ろ指は刺されるのかもしれませんけど、あいつすぐ泣くなって言えるかもしれませんけど、まあ、そういう人なんでしょうがないですよね。他のところで結果出せば別に平気だと思いますね。すげえ泣くけど仕事できるなら問題ない気がしますね。15歳の娘がいるのですが、甘えん坊なのか愛情不足なのかハグを頻繁に求められるのですが、15歳ともなると大きくてかなり抵抗があります。どうしたらいいでしょうか。娘さんなんだからハグしてあげてよ。いいじゃないですか、肌から見ても幸せなのでどんどんハグしてあげてください。20歳過ぎてから人生を重く捉えてしまうのですが、どうしたら軽く考えますか、考えられますか。20歳過ぎたんだから人生を重く捉えてください。子供じゃないんで。でも20歳過ぎてからっていう考え方も変わるんですかね。もう18歳で成人になるから18歳過ぎてからみたいになるのかな。既婚者合コンについてどう思いますか。夢のある言葉だと思います。最高ですね。既婚者っていうただのね、何の別になんか魅力的でも何でもない肩書きなのに、なんで合コンの前につけるだけで、なんかなんで勝手にこっちが甘美な想像しちゃうんでしょうね。いいな、既婚者シリーズ他にも聞きたいですね。そんなところですかね。既婚者合コン、いい言葉だな。嫌なことがあったり大学から嫌なことを言われたりした時、思い出したくないのにそのことばかり思い出して不快な気持ちになるのを繰り返しています。嫌なことを忘れたり考えないようにする方法はありますか。いや、記憶を消すのは難しいんじゃないですかね。あんまり進めないですけど、海外とかでね、電極で頭にね電流流してすっきりさせるみたいな治療法、まあ、確かに日本ではやってないと思うんですけど、やってんのかな。そういう治療法もねありますもんね。忘れるっていうのはそれぐらいやっぱ難しいことだと思うので、上書きする方にシフトしたらいかがでしょうか。最近事故りました。どういう、駐車場で無人の車にコツンとぶつけてしまいました。事故の相手に友達になってほしいと言われ、なんやかんややり取りの後友達になりました。事故当日深夜だったのもあり会えてなかったので、先日初めて会い食事をしました。悪い人ではないのですが、ご飯粒をめちゃくちゃ残してる食めちゃくちゃ残して食事を終える人でした。そこがどうしても受け付けません。そして相手は気に入ってくれたようで好意を持ってくれています。友達として関わっていいでしょうか。そうですね、すごく面白そうなので友達としてもうちょっと深い付き合いをしてみたらいいんじゃないでしょうか。何かすごい話が生まれそうなのでとりあえずしばらくは付き合ってみてください。なんかもうちょっと仲良くしてください。前日まではめちゃくちゃやる気あるのに、その日になると何もせずに終わってしまうことが多く、後から後悔してしまいます。また最初の方でつまずくとその後何もできなくなります。対処法はありますか。いいんじゃないですか、何もしなくたって。
後悔するぐらいだったらやればいいんだけどなと思いますけど、一人でできることだと、まあ、自分次第なのでどうしようもないですけど、なんかどっか場所を移動してやるとか、なんか準備が必要なものだったらやっぱ予約無理やり入れちゃうっていうリスクを負っちゃうというのがいいですね。断るのめんどくさいから行くしかないみたいなのが結構いいと思います。僕は高校1年生で文系と理系のどちらかを悩む選ぶか迷っています。将来やりたい仕事につながりそうなのは理系なのですが、得意で好きな教科は文系なんです。どちらを選べばいいでしょうか。理系を選んでください。得意で好きな教科は文系ってのは多分覚えて数字が、ね、点数が伸びやすいからってことが多いので、将来やりたい仕事が理系なんでしょう。じゃあ絶対理系選んだ方がいいです。小さい頃から親にも友達にも先生にも相談できずずっと溜め込んでしまうんですが、どうしたら誰かに相談できると思いますか。そんな溜め込んだことをここに持ってこないでよ適当に答えるんだからこっちは第三者的な感じでね相談するのがいいと思いますけどね。よくまあ対応されるテクニックじゃないですか。自分の悩みなのになんかさ、なんか聞いた話なんだけどみたいな感じで第三者として適当に軽く投げてみるっていうのがいいんじゃないですかね。高校時代人間関係とか進路とかで深く悩んだことありますか。どうやって乗り越えましたか。いや全然悩んでないんでちょっと乗り越えたことがないです。先日彼氏に振られました。理由は私が痩せるって言ってたのに全然その様子が見られなかったからだそうです。自分的には痩せてはいないけど普通体型だと思ってます。やはり体型は大事ですか。こういう理由で振られることは普通にあるのでしょうか。普通にあると思います。その彼氏が何を求めてるか、彼女に何を求めるかっていうのはその彼氏次第なので、でその彼氏は世間一般でいうなんか痩せた体型っていうのを求めてたってわけじゃないですかね。でそんな彼氏に別に合わせる必要はないと思います。この人の体型見てないんで分かんないですけど、探しゃその人の体型好きな人っていうのはいます。ただ需要がより多い体型っていうのもあるのは事実です。この彼氏に振られたなら別に他の彼氏を探してもいいと思います。でもその彼氏がどうしても忘れられないんだったらその彼氏に合わせた体型になるっていうのも一個の選択肢であります。めんどくさいですけど、ただそこまでも彼氏なのかなとも思いますね。本当にうなるほど金持っててうなるほどの利権を持ってる彼氏だったら体型ぐらい僕も変えるなと思うんですけど、そうじゃなかったら別にいいなって思います。探しは多分います。例えば進路や就職など様々な岐路で迷った時何を大切にして進む道を決めていますか。自分が迷った時、迷うなら選択しない方が僕はいいと思いますね。やらない後悔よりやって後悔っていう論がどうしても世の中あるんですけど、やらない現状維持も全然選択肢としてあるので、やって後悔はそんなに実はいい選択肢じゃなくて、やって成功が一番大事なんです。でも成功しないんだったらどっちも後悔という形では同じなんで、別の選択肢がすぐ見える分やらない方が俺はいいと思います。子供たちが勉強をしたがりません。ゲームや YouTube ばかり見ています。父親がひどいゲーマーで子供たちもこのままゲーマーの道をたどりろくに勉強もせずに落ちこぼれになるのではないかと心配です。どうしたら勉強にも目を向けてくれるのでしょうか。はい、いや父親がゲーマーだったらまあそれはゲーマーになりますよね。だってねお父さんはゲームばっかしててでもなんとなく生きていけるんだから僕たちもそうでしょ、そうなるんじゃないのって言われたら反応ができないですもんね。いくらお父さんはもともと勉強して今の大人になったからゲームばっかやってても平気なんですよみたいなことってそれは聞く耳も持たないですよね。お父さんが落ちこぼれてもいいっていう多分感覚でいるんじゃないかな。勉強しなくてもいいっていう感覚を持ってるから子供の前でいっぱいゲームできるんだと思うんですよ。これを解決する方法は現状ないと僕は思いますね。ゲームとか YouTube より魅力的な勉強ってないです。いやだって勉強よりつまんないゲームや YouTube なんてないでしょ。絶対ゲームや YouTube の方が子供にとって面白いんだから、いやこの環境では勉強に目を向けさせることは難しいんじゃないかな。テレビがね娯楽の王様だった時代やっぱテレビより魅力的な勉強は確かになかったんでね。どうやって自分が勉強したかっていうと単純に勉強が好きだったからなんですよね。勉強がね一瞬でも得意になればね好きになるんですけど、これ難しそうですね。もしくはゲーマーとして暮らしていける方法を考えるのも手なのかな。ちょっと僕からはちょっと答え出せないな、ごめんなさい。コメント能力ってどうやって鍛えてるんでしょうか。いやちょっとこっちが聞きたいですね。俺はどっかで聞いたことをその場で言うだけですね。なるべく自分発信しないっていう
責任を取りたくない。コロナ禍で人に会うことが少なくなって気づいたのですが、人に会わなくても全然寂しくないということに。これってどう思いますか？人に会わなくても寂しくない人間だっていうことが知れたんじゃないでしょうか。それだけだと思います。でそんな人もいっぱいいるので、ストレスなく生きていくための最善策を教えてください。この人のストレスさが何なのか分かんないんですけど、情報を遮断するのはやっぱ大概のストレスを削ってくれます、ね、中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたらいいですか。中学の時から好きだった違う高校に行った好きな人に好意を伝えるにはどのように伝えたら良いですか。1回で伝わる文章を書けるようになればもうちょっと伝わるようになると思います。